とりあえず朝飯食っていきたいと思います。いただきます。最近ね、朝飯はオートミールです。うん、あんまり味はしないですね。体に良さそうな味がします。本当は米が食いたいんですけど、もうダイエットですね。我慢します。これが今回入った給料の手取り金額で8万90円でしたね。で、この水道ガス料金は払ってきたんで、で電気まだ請求来てなくて、 MacBook 8653円を払って、あとは家賃と支払ってって感じで、まあこれは残らないかなっていう感じですね。今日の一日の予定表を作ったんですけど、ジム行って電気屋行ってエビすくいして晩酌をしようと思います。ジムは体鍛える方のジムですね。で電気屋、これは有線のねLANケーブルを買いたくて、それを買おうと思います。最近配信してるんですけど、なんか回線が良くないんで有線に変えます。エビすくいは趣味のエビ取りで川に行って、晩酌は最近日本酒にハマってるんで日本酒を飲もうと思います。今ジム終わって帰りに電気屋来ましたね。でこのLANケーブル買いました。全部で5000円ぐらい高かったですね。まあとりあえず良かったです。取れました。今日はあんま取れませんでしたね。1,2,3,4,5,6,7,8、 まあ8匹ですけど、よしとしましょう。最近ね、この酒買ったんですよ、大瓶で。で晩酌してます。うまいっすね。日本酒に出会ってからは
日本酒から離れられない状態で、うん、毎日一緒にいる感じですね。この晩酌はこれから人生でつきものになってくるかなと思いますんで、うん、常にいい酒いい酒を求めて暮らしていけば生活も豊かになるんじゃないかなと思うんでね、うん、お酒買えるように仕事頑張ろうと思います。お腹が空いたのであてをいただこうと思います。それではいただきます。うまいですね。で、ここで少しなんですけど、気合を入れたいと思いますんで、ありがとうございました。金がないぞとやり過ごし、育てた虫歯は数知れず、足りぬ冷や飯当たり前、いつかおかわり夢見ては、今宵も晩酌発泡酒、痛むささくれ眺めては、虚無の心に鞭を打つ、かともたぬは先祖の恥と、言われさされた後ろ指、今は見れないお天と仏、がんじがらめの毎日に、嫌気さしたらありのまま、今宵の月は美しい、時は金なり夜はなさけ。